はい、どうもこんにちは、ケンユウです。いつも、動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、畑のいい土とは、どういった土なのか、について共有していきたいと思います。僕たちはですね、沖縄県糸満市というところで、果樹栽培とかですね、野菜の栽培をしております。主にですね、有機栽培とか自然栽培で、いろんなことを試しながらいろんな作物を栽培しております。どういうふうに栽培をしていけばいいのか、とかですね、あとは生理学的側面とかですね、そういったところを、情報発信しておりますので、ぜひ、興味がありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回はですね、いい畑の土、いい土壌とはどういった、状態なのか、ここら辺を共有していきたいと思います。はい、いい土とはどういう状態なのかっていうとですね、基本的にはこの排水性も良くて、透水性も良くて、水持ちも良くて、歩きやすくて、肥料もの効きも良くて、根っこもきちんと十分伸びて、再根というか側根もかなり増えて、というですね、そういった土がめちゃくちゃいい土だなというふうに思うんですけれども、こういった土、どういった土かと言われると実は名前がついていて、これ暖流構造とかね、そういった呼ばれ方をします。主に、この暖流構造を目指そう、といってですね、いろんな方がいろんな方法で、この暖流構造をですね、目指しているわけなんですよね。で、現在の科学とかではですね、こうトラクターとかですね、耕運機発達しておりますから、こういったものを作ってですね、疑似暖流、水はけのいい土とかですね、水持ちのいい土、さらには肥料の効きがいい土とかですね、こういったことを作って、いるわけでございますし、僕たちみたいな自然栽培とか有機栽培ではですね、こういったものを人工的ではなくて、自然的なこの、環境の営みの中で、作っていこう、ということがありましてですね、こういった土壌を目指しているわけです。はい、で今回はですね、この暖流構造と言われているものの、中身、内側の構造をですね、ちょっとしっかり、復習していこうということでですね、動画を撮っております。はい、暖流構造初めて聞いたよという方もですね、ちょっと聞いたことあるけど具体的にどういった構造なのかわからないとかですね、こういった方にも参考になるのかなというふうに思いますので、ぜひご覧ください。ちょっぴり絵を作りましたのでこちらに貼っておきますね。暖流構造の、状態です。でこの暖流構造が作られると水はけも良くなるし水持ちも良くなるというですね、相反する、ところを2つガバッと、取ってしまっているというような、構造ですけれども、これを皆さん目指しているわけですね。こういった構造何かというとですね、個層と液層と気層が4対3対3になっている状態だというふうに言われております。はい、粒がですね暖流というふうに言われているんですけれども、実は大きい粒と小さい粒があって、大きい粒がですねどういった粒かって言われると小さい粒が集まって、一つの大きい粒になっている、ですよね。はい、でこの大きい、この暖流の方はですね常に破壊と形成を繰り返されているんですけれども、こういった、構造体になっているのが暖流構造と言われていて、その過剰な水が落ちてくる場合はこの重力水としてですねきちんと排水されるし、ただやっぱり小さい粒もありますから表面張力の効果でですねきちんと水持ちも担保してくれる、そういった構造になっているわけです。でもちろん粒と粒の間には隙間がありますからここで空気が通るんですよね。で植物とか果樹の根っこっていうのはですね肥料を探すっていうよりもですねこういった水の道とかですね空気を探してどんどん張っていくっていう習性があります。なのでこういった構造はですね根っこの張りも良くなる、再根もたくさん出て非常にいいというふうに言われております。で、具体的にですねこの暖流構造の内側をちょっと見ていきますとまず何があるかというとですねまず小さい粒、ちょっとこの単位を見ていくと、もちろん土壌粒子ありますよね。で水分、さらには腐食、というものがあります。この腐食っていうのはですねいろんな有機物、植物が枯れていったものとかですね人間が草刈りをしてですね土の表層に置いたものとかですね、さらには土の中に残った根っこ、とかがですね、こういった有機物が、微生物たちの力によって分解されていったもの、こういったものが腐食というふうになります。でさらには植物の破片とかですね、でもしくは陽イオンとか、カルシウムイオンとかですね銀イオンなどによって、粒としてこうガチッとくっついてる、そういった状態ですね。はい、でこういった、小さい暖流がですね、またさらに、くっついて大きい一つの暖流になるんですけれどもこの大きい暖流を作る時の、接着として機能しているのがですね実は、微生物の力なんですよね。はい、で例えば糸状菌とかですね菌根菌の菌糸、さらには、植物というのは根っこからですね、いろんなこの粘性物質とかも出すんですけれどもこの粘物質ですねこういったものを使って、粒、として出来上がっている、というような状態がですね暖流構造になります。はい、
つまりこの、団粒構造というのはですね、まあ、あの有機物とかこう微生物とかですね、こういったものの、役割、まあ、生物的役割が非常に大きく、なくと、大きくないと、まあ、あのこういった構造が担保されない、そういったことになっております。で、まあ、トラクターとかでですね疑似団粒を、まあ、作る、こともですねもちろん可能ですけれども、ああいった疑似団粒っていうのはですね作った時が一番あの機能としては高いですよね。はい。で、そこからまあ雨が降ったりですね、風が降ったり、台風が来たりとか、といって、まあ、いろんな圧力でですね、固められていくとか、まあ、人間が歩いて固められていくとか、まあ、そういったことがあるので、どんどんこの団粒、疑似団粒が壊れて、いくので、まあ、あのなので野菜の植え付け前にもう一回耕すっていう、こう必要があるんですけれども、例えば自然栽培とかですね、まあ、有機栽培とかで、まあ、頻繁に耕運しないとか、まあ、果樹園とかね結構耕運しないところもあるんですけれども、こういった、団粒構造を自然的に作っていく、まあ、こういったのは、結構構造として強いのでですね、まあ、一度出来上がってしまえばあのいろんな作物とかがですね栽培しやすくなる、そういった環境になります。で、こういったですね自然的に作られる、まあ、団粒構造とかのいいところはですね、まあ、植物の生育も良くなるっていうのはもちろんですけれども、実はこの災害に対して、結構、まあ、強靭な、構造なんですよね。まあ、過剰な水は重力性で落ちるし、まあ、例えばですね最近降るいきなりの豪雨とかですね、沖縄結構台風とかが通るんですけれども、まあ、こういったところで、まあ、地が流されにくいとかですね、まあ、こういったこともあるわけです。で、極度な干ばつとかでですね、まあ、果樹が枯れてしまう、野菜が枯れてしまうということもあると思うんですけれども、あの実はいい土っていうのはですね、ちょっと掘ればあのある程度湿っております。この湿りっていうのはなぜ湿っているかというと、やっぱりですねこういった構造によって、水をきちんとですねキャッチしてくれている、そういったことがあるので、実は環境の変化にものすごく強靭、なんですよね。日本っていうのはですね本当にこの災害が多いんですよね。で、あのこれはまあ今に始まった話じゃなくて、まあ、結構昔からですね、まあ、いろんな地震とか津波とか大雨とかですね、まあ、干ばつっていうのが、まあ、あのそのイベントとしていろいろ発生しておりますけれども、こういった良い構造を持って、こういった自然とですね、まあ、共に生きてきたっていうことがあるので、こういったことは大事なんだろうなというふうにも思われます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はちょっと団粒構造についてですね詳しくお話しさせていただきました。まあ、ちょっと説明漏れもあるかもしれないので、もし気になる点とかあればですねコメント欄で教えていただけると、嬉しいです。また、僕もですね追加の情報があれば概要欄の方にですね、まあ、付け加えておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひためになったよという方はいいねボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひまた今後ともよろしくお願いいたします。ということで皆さんいい一日を。バイバイ。タッチャーさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、ノンアルコールビールで、ノンアルコールビールで草刈りの乾杯します、はい、乾杯。すいすいすいません、はい、半分ぐらいいっちゃいましたねそれどうしたの。マンゴー、マンゴー川の中で冷やしてるアーム、綺麗だな。めちゃくちゃいいですよ。川で飲むコーラはどうですか。うん、おいしい。おいしい。うまい。うわぁ、もうこれがね、たまらんすね。最高だ。ユザが入ってるんですけど、うん、サトウキビも入ってるんですよ。本当だあれサトウキビのあれ何ですかね、種になるんですかね。うん、種芋というか芋じゃないけど水揚げしてるかもしれないですね。もう3日目ぐらいですよ。本当ですか。昨日、はい、その担当の人来てましたよ。あ、本当ですか。はい、そしたらめっちゃ俺今仕事しとるんしとる、なんとかなんとかって沖縄弁で喋ってて、はい、気持ちいいですかって。気持ちいい。 YouTube にちょくちょく出てくる女の子です。はい、たっちゃんさんの愛娘。誰ですか。花。花、誰ですか。リコ。